はい、どうもどうも、カズンでございます。そしたら今回はキャラエピソード、キャラクターエピソード、ホロエリア編でございます。残ってるのがリーファとシノン2人かな、なんですが、まずシノンの方を迎えたいと思います。これの下の方かな。異界エリアに妙な植物の噂、女王の寝所を探そうとね。まあ異界エリアのボスがいた場所かな。だからここ女王の寝所っていうところまで行きたいと思います。とりあえずね。いやー、相変わらずここは遠いな。だいぶかかったぞ。また走ってきただけやけど、相当かかりました。あー、残念、残念極まりないでございますね。じゃあピンクのビックリマークちょっと探していこうと思いますが、どこにあるんやろな、こりゃ。だいぶかかんじゃねえ。あったわ一瞬で見つけたわ。じゃあ行こう。綺麗だな。この辺りにも生えてる植物はどれもヘンテコだなーって。どういう意図でこんな造形にしたんだろう。くそ、またつる草か。あれ、うまく切れないな。ずいぶん丈夫なつるだ。ん、待てよ。これってシノンの弓に使えないかっていう発想に至るところが怖いよな。剣でもなかなか切れないなら、切れないつるなら弓の弦に使えそうだ。帰ったら相談してみようって。これが、一人で来ることが条件かな。で、こっから帰らないといけないので、俺は帰りたいと思います。使用できねえ。歩いて帰ります。オッケー、到着。おーい、シノマいるかって。大きな声出さなくても聞こえてるわよ。そう、タイミングよくいるんだよね、いつもね。うん、ちょっとこれを見てほしいんだ。これって、植物のつるよね。うん、剣で切っても切れないつるなんだ。ああ、弾力があって剣でもなかなか切れないんだ。それでこれを弓の弦に使えないかなって。これを弓に、ちょっと待って。うん、もうちょっと足りないなっていうことになって2人で取りに行くんかな、多分。確かに使えそう。この長さだと無理だけど。うん、やっぱりそうか、いけると思ったんだよって嬉しそうだ。それにしても奇妙な植物ね。どこに生えてるの？うん、異界エリアってね。ホロエリアの異界というエリアだけど、他の植物もみんなおかしいな形をしてるよって。それじゃあ早速取ってくるから。ちょっと待って、うん、取ってくるって言ってもあんまり適当だと使えないわ。私も一緒に行って取ってくるわって。太さとか長さとか、羽もそうだったけど、ある程度は選別しないといけないの。はいはい、なるほどね。そうなのか。だから一緒に行きましょう。私が行けばちゃんと選べるから。うん、そうか、確かにその方がいいな。これでも少しは強くなってるんだから、心配しないで。はい、了解です。お見せしましたってね。分かった、それじゃあ行こうか。はい、行こう行こう。とっとと行っちゃおうぜ。あんなところ、あんなところって言ったらあかんけどそしたらまた女王の寝床やったっけに戻らないといけないんで、戻りたいと思います。結構5分ぐらいかかるんだよな。おーっと、危ない。いきなりやったわ。到着したけどいきなりやったわ。じゃあ行きます。本当に奇妙なところね。残照しのだろう。ずっと見てると なんだか頭がクラクラするよ。それに道に迷ってしまいそう。しっかり方向を把握しておかないとね、うん、しかもここ天気書使えんからな。 あんまり森の奥に入らないようにな。それで、あの鶴はどこにあるの？うん、あの辺と確かこっちだったと思うと、うん、頼りないわね。本当に合ってるの？合ってるよって。大丈夫だって。ただ同じような景色が続くから少し確認しただけだよ。そう、大丈夫だ、問題ない。もう向こうまで行かなかんのか。了解、すぐ行くから待っとって。ほんまにすぐやからねーってねー。ここ行って、ああ行って、右回って、左曲がったらそこにあるから。ま、しでもし、ゆっくりついてきてくれ。あったあった。これこれ。もうこんだけ長さあったらいけるやろ。はいよー。ほら、ちゃんとあっただろ？確かに。これは見せてもらった鶴と一緒ね。うんうん。しかもこんなにたくさん。でも、ずいぶん歩いたような気がするのは私の錯覚かしら。錯覚、俺も最短距離できたから今。少し遠回りだっただけじゃないか。いや、ごめんって。次は道をしっかり覚えてから来ましょうね。はい、すいません。それじゃあ、どのあたりがいいかしら。それは自由にしてくれ。そうね、少
少し時間をちょうだい。はいはい、じゃあいつまででも待ってあげよう。ん？あの辺り、どうも景色がおかしいな。あ、あれモンスター。あった。これなら、かなりいいものが。それどころじゃないぞ、シノン、早くこっちに来い。どうしたの？そんなに慌てて。向こうにモンスターが。え？私には見えないけど。もやもやしたやつかな。うん、隠蔽、隠匿のスキルを使っているんだ。襲ってくるぞ。ああ、やっぱ戦闘あるよね。ああ、クソ、囲まれた。なんとか切り抜けるぞ。了解っす。一体一体はそんなに。痛い。これ結構辛いな。どこまで戻らされるこれ。シノンが辛い。うん、シノンが辛い。これどこ？もしかしてこれ。やっぱりここだよな。最初のところだよな。じゃあ、もう一回戻るわ。さあ、2戦目でございますが、これ、ちょっと一回逃げた方がいいのかなとか思う。うん。ちょっと1対1にして、うん。戦うのが、一応ベストなんだろうが、やっぱりそうはいかないよな。3体来ちゃってる。3体来ちゃってるってことは、これ大変だ。ずっとついてくるか。まあ、最悪この3対1の状態でやればいいかな。来るかな。来るか。範囲攻撃でちょっと、ひるましながら、スキル使って、頼むぞ。で、ダンシングヘルレイザーで一体沈めれないよね。まあ、浄化の方も使って。大丈夫。OK、一体削った。で、ヘイトが俺に行ってるから、スタンもやっちゃって、技をやってもらうぞ。うん、この戦い方で良かったかな、うん。ちょっと3対1にできたのは嬉しかった。良かった。一番良かったところだな。レッドダイ！レッドタイじゃねえよ。痛いよ。麻痺なんだよな。はい。もう一体削る。OK。で、あとは、おとなしく1対1やから。1対1ずつやから。ま、頑張ってやってもらおうと。ああ、もう大変だな、これ、やっぱり。うん、こういきなり4対1の状態になったっていうのが一番問題やったな。了解よ。それだけが問題でございましたな。ヘイ！よっしゃ、1対1体やれば、全然大、麻痺だ。麻痺が解除されない。麻痺が解除されません。ちょっとお待ちください。麻痺解除して、お願い、助けて。はい、解けました。よかった。おい、さっきはよくもやってくれたな。おい、こら、やってやるぜ。おい、あ、止められた。止められた。痛い。うん、止められちまったね。さ、スキルよろしく。あれ？シノンは？シノンさん、何やってんすか？じゃあ、俺も続こう。はい。OK、終わり。さっきはよくも新さんを舐めさせてくれたなっていうね。そういうやつでございますわ。よーし、4体撃破ってね。シノンって。キルト、無事だった。大丈夫？お、俺は大丈夫だ。あ、シノンのおかげでピンピンしてるよって。よかった。よかったでしょ？でも最後はすごかった。あんなに正確な射撃初めて見た。あれは夢中だったから。シノンいつの間にか強くなってたんだな。びっくりしたよって。照れるな。あなたがそばにいるから。いや、そういうことなの。ん、なんか言ったか。え、あ、いや、キリトがいつも危なっかしいからいつの間にか強くなったってこと。あ、なるほど、そういうことね。あ、そうか、心配かけてたんだな。まあ結局無事に乗り越えちゃうからそこまで心配はしてないけど。はい、すいません。これからは俺もシノンに心配かけないよ。もっと強くなるよ。私も精進するわ。キリトのそばにいられるように。うむ。あれ、いただきましたって、ね、このモンスターのツル、かなり丈夫で細いみたい。お、もっといいやつが手に入ったか。じゃあもしかして。うん、これが一番良さそう。おー、いいじゃないか。そうか、じゃあ結果は笑いだな。異界のツルを手に入れたと。まったく、いつも
も最後は帳尻が合っちゃうのよね。そこがキリトのすごいところなんだけど。まあまあいいじゃないか。なんか言ったかって。なんでもない。それじゃあ帰りましょう。帰り道では迷わないでよね。シノンが道を切り開いてくれてもいいんやで。大丈夫だってば。死に敷かれてるな。よーし、終わった。というわけで、終わりじゃないんだよ。またエギルの店に行かないといけないんだよ。ここは転結書使えんから、一個前のエリアに戻って、転結書使って、戻りたいと思います。またまたご到着だぜーって言ってね。ちょうどいいところに来たわね。はいよ。シノンどうしたんだ？弓が完成したか？この間手伝ってもらったクエストを覚えてる？あれってクエストやったんや。もちろん覚えてるさ。そのクエストで作った武器ができたのよ。お、いいじゃないか。どんな感じだって。すごく素敵よ。使い心地も気に入っているわ。キリトにはお礼をしなくちゃね。いや、頑張ったのはシノンだから礼なんていらないよって。でもまあ二人の力っていうのもあるな。あんたらしいわね。でもお礼は言わせて。ありがとう、キリト。いえ、どういたしまして。でね、シノンが弓ウルーを手に入れた。強いんかな。ウルーを手に入れたか。え、終わり。まあまあ、ウルーを手に入れたっていうイベントってことなんだよな。うん、了解了解。はい、オッケーかな。おい、キリト。あ、うるせえ。クライン、うるせえぞ。はい、じゃあ今回は、ホローエリア、シノン編の最後かな。の、弓ウルーを手に入れるでした。お疲れ様でした。